終わった？うん、ダイビング機材の整備おしまい。お互い一段落したかな。休憩しよう。おいで、お菓子あるから。悪いね、アクアのサポートだけじゃなくてダイビングショップの手伝いまでしてもらっちゃって。建物目当てかこいつ。君がそんな風だからつい甘えちゃうんだよな。アクアもお店も私にとっては頑張って当たり前のことだからね。むしろもっと頑張りたいくらいだよ。前に君やマリとお店の PR 動画撮ったでしょ。あれが話題になってお客さんも増えて忙しくなってさ。私も家族もびっくりしたよ。さすがにあそこまで効果が出るとは思ってなかったから。たくさんの人がうちのお店のことや沼津の海のことを知ってくれて、大好き楽しいって言ってくれてさ、すごく嬉しかったんだ。なんか自分が褒められてるような気分になってきちゃったんだよね。変でしょ？お店も海も私一人のものじゃないのに。そっか。ありがとう。もっともっと前以上にたくさんの人に知ってもらいたいな。沼津の海のこと、たくさんの人を案内したい。うん、それこそ世界中の人にダイビング体験しに来てもらいたい。で、世界中の人に私の大好きな海を大好きになってもらうんだ。平気だよ、きっとその時も君が手伝いに来てくれるだろうからね。まあいつになるかはわからないけど、覚悟はしといてね。